お味噌汁の出来上がりです。簡単ですけどとっても美味しいお味噌汁です。ぜひお試しください。こんにちは。粉末調味料1用と白湯を使ってお味噌汁をお作りいたします。まず材料が1用と白湯です。それとお豆腐とわかめ、おネギ、それにお味噌です。じゃあお作りいたします。はい、じゃあ今からお味噌汁を作りいたします。まずお湯を 500cc 用意していただいております。そこの中に1用が小さじ1杯、それと白湯を使います。白湯が小さじ1杯です。これを入れるだけでお出汁を取らなくても十分美味しいお味噌汁ができます。あと材料はお豆腐を入れます。お豆腐がもう小さく切っております。はい、そこにお味噌を入れていきます。はい、お味噌を立てていきます。はい、これでお出汁も取らなくて簡単にお味噌汁ができます。はい、出ていきます。はい、煮立ってきたらわかめを入れます。はい、これで煮立ってきたら出来上がりです。お味噌汁の出来上がりです。簡単ですけどとっても美味しいお味噌汁です。ぜひお試しください。この放送は株式会社シゲイチミラククラブの提供でお送りしました。